どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。ナッツです。本日は、バイオハザードレジスタンスオープンベータの動画になるんですけども、今回は、個人的にマスターマインドの勝率が上がる戦術の一例ということで、簡単にご紹介させていただきます。必ず勝てるというわけではないんですけども、自分が色々と試してみた中で、一番勝率が高い戦術の一例になります。 今回はご説明させていただきつつ2試合ご覧いただこうかなと思っております。えー、まずはゾンビなどの配置になるんですけども、個人的にはサバイバーの方がいるところにところどころゾンビを配置するというよりも、キーアイテムがある場所のどこか1箇所にゾンビをまとめて配置するのがとても有効だと思います。やはり少しずつサバイバーの方の周りに2体3体とゾンビを配置しても、 結構あっさりと裁かれてしまうというケースが多いかと思います。ですので必ずサバイバーが立ち寄るキーアイテムなどがあるような場所を一箇所にゾンビを配置するととても有効かと思います。開始直後なんですけどもあまり関係のない場所にゾンビなどを配置しすぎてしまうと固めたい部屋に配置するためのコストが間に合わなくなってしまいますので 極力1つの部屋を徹底的にとといいいう形で問題はないかと思まます、まあ、ものすごく連携が取れてるサバイバーの方たちですと意外とあっさりと突破してしまったりするんですけどもそういった場合の一つのポイントになるかと思うんですけども大量のゾンビを設置しておくというのはもちろんなんですができれば余裕があればトラバサミを1か所か2か所に設置しておくといいと思います。 そそしてそのトラバサミの設置と同時にマシンガンのカードをいつでも使えるように準備しておくというのも重要になってくるかと思いますサバイバーのキャラクター次第ではキックなどを使って強引に通り抜けてしまう可能性もありますのでそういった場合にトラバサミなどで誰か一人捕まえることができればトラバサミで動けないところにマシンガンを打ち込むということができますのでとても有効だと思います でですのでゾンビだけではなく2段構えとしてトラバサミの設置もおすすめさせていただきますそしてここで1つ注意点になるんですけどもこのように1箇所に大量のゾンビなどのクリーチャーを設置する場合は爆弾を置くのはかえってデメリットの方が多い場合がありますので爆弾は避けた方がいいかと思いますサバイバーの方の周りに群がるゾンビごと吹き飛ばしてしまいますので こういった守り方をする場合は爆弾は置かない方がいいかと思いますこうした1か所に大量のゾンビの設置そしてトラバサミも設置して抑えのマシンガンというのはとても強力だと思いますもちろん必ずというわけではないんですけども第1エリアで勝利するということも可能だと思います先ほども簡単にお話しさせていただいたんですけども すごく連携をとっているサバイバーの方たちは意外とあっさり突破していくこともありますそういった場合なんですけども焦って色々と設置してしまいがちなんですがパッとゴールされてしまうと設置したコストが無駄になってしまう可能性がありますので焦らず第2エリアでの巻き返しを狙っていった方がいいかと思います仮に第1エリアあっさりと突破されてしまった場合なんですけども 第2エリアではタイラントを使用することもできますので第1エリア同様にどこか1箇所をゾンビなどで固めてサバイバーの方たちの足止めをしつつその後ろからタイラントを使用していくとゾンビとタイラントで挟むことができますのでとても有効だと思いますちなみに第1エリアなんですけどもサバイバーの方の初動の動きというのはしっかりと見ておいた方がいいかと思います というのも、サバイバーの方が初動でものすごいスピードで駆け抜けてくると、こちらの一箇所の守りの配置が整う前にドアを開けられてしまうケースもありますので、そういった部分も一つ注意点になってくるかと思います。今回のバイオハザードレジスタンスオープンベータをプレイしてみてなんですけども、サバイバー側をやっていても、マスターマインド側をやっていても思うことなんですが、 ゾンビなどをまんべんなく配置するよりも、一箇所にぐっとまとめて配置した方が非常に強い印象ですね。そしてどちらも遊んでみた感じなんですけども、現状ですと、やはりマスターマインドが勝つというケースが非常に多いように感じます。まあ、やっぱり全滅させるということがなかなかできない場合でも、 制限時間を削っていくということができますので、現状ですと、やっぱり少しサバイバーが厳しい場面というのが目立っているような気もします。まあ、とは言いましても、マスターマインドもサバイバーもとても戦術が重要な部分もあるかと思いますので、どちらも面白いですよね。後日、サバイバー側の動画もアップさせていただきますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。 えー、それでは今回お話しさせていただいた内容を簡単にまとめさせていただきます。まずキーアイテムなどがある場所にそこを守るようにまとめてゾンビなどを配置します。その際に極力爆弾は置かない方がいいかと思いますのでご注意ください。そしてゾンビなどを配置していくと同時にトラバサミを1箇所2箇所ほど設置しておきます。 そして、あとはマシンガンをいつでも使えるように準備しておくことをお勧めさせていただきます。トラバサミとマシンガンをセットで使用することによって、ほぼ確実に一人はダウンさせることができるかと思いますので、とても有効だと思います。ちなみに、トラバサミじゃない場合ですと、ゾンビに掴まれているところにマシンガンというのも有効だと思います。そして、ご覧いただいている映像では結構忘れてしまっているんですけども、 極力消せるときはライトをオフにしておくことを推奨させていただきます。サバイバー視点ですと結構視界が変わってきますので、ライトを消して分断できるときは扉を閉めるなどもとても有効になるかと思いますので、ぜひ試してみてください。うまく噛み合えば第一エリアで勝利することもできるとても強力な戦術だと思います。 特に第1エリアですとサバイバー側もあまり武器などが豊富ではない状態だと思いますので意外と第2エ,エリア以降は結構サバイバー側も武士が豊富だったりしますのでなかなかあと一歩追い詰められないということもありますよねはいということで本日は簡単に解説させていただいたんですけどもいかがでしたでしょうか もしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまたバイバーイ